スウィートはイギリスのロックバンド。1970年代に10曲を全英シングルチャートでトップ10入りさせた。1968年、ウェインライツ・ジェントルメンというバンドの中心人物だったボーカリストのブライアン・コノリーとドラマーのミック・タッカーが同バンドを脱退し、ジャーミーというバンドにいたベーシストのスティーブ・プリストと ギタリストのフランク・トービーと共にバンドを結成するが、直後に、フランク・トービーが、脱退、公認のギタリストとして、アンディ・スコットが加わり、スイートの結成に至った。1968年7月、フォンタナ・レーベルより、シングル、スローモーションでデビューするが、商業的に成功せず、直後に、EMI 参加のパールフォン・レーペルに移籍した。 ここで3枚のシングルをリリースしたものの、これも商業的な成功には至らず、1971年 RCA に移籍した。ヒットメーカーのマイク・チャップマンとニッキー・チンが作詞作曲したファニー・ファニーがイギリスのチャートで13位まで上昇、さらに次にリリースしたシングル、ここがイギリスで2位、アメリカでも99位に初ランクされた。 その後もチャップマンとチンが共作したリトルウィリー、ブロックバスター、ボールルームブリッツなどリリースするシングルの多くがヒットし、スウィートはイギリスのポップロックシーンにおいて地方を築いていった。ブロックバスターは日本でも小ヒットした。しかし1974年の夏頃にはスウィートはチャップマンとチンによるコントロールから離れようと思うようになる。そして 1975年にはメンバー4人が共作したオリジナル曲 Fox on オン・ザ・ r ンが全英2位、全米5位の大ヒットを記録して西ドイツのチャートでは1位を獲得しスイートのシングルとしてはリトル・ウィリー以来のミリオンセラーとなった続くアクションもやはりメンバー4人の共作でこの曲は後にデフレッパード等にカバーされている1976年に発表された スタジオアルバム甘い誘惑にはチャップマンとチンの楽曲は含まれず収録曲のほとんどがメンバー4人の共作で固められた。1978年にラブイズライクオクシジェンが全英9位のヒットとなるがその後は全英シングルチャートでトップ100入りすることができずグループはスランプ状態に陥った。1979年にはブライアン・コノリーが脱退して ソロ活動を開始。スウィートは残った3人で活動を継続したが、ヒットに恵まれず、1981年に解散した。1985年、スウィートの代表曲をメドレーにした、ダンスシングル、It's the Sweet Mix が全英45位に達して、その後スウィートが再結成された。1991年に、再び解散。1993年に、 アンディ・スコッツ・スウィート名義で再々結成され、活動を継続する。また、2008年には、スティーブ・プリースとも、ロサンゼルスを拠点として、ザ・スウィート名義での活動を開始した。2012年、アンディ・スコット以下、ピート・リン・カーン、トニー・オホーラ、ブルース・ビスランドというラインナップで、カバーとセルフカバーからなるアルバム、ニューヨーク・コネクションを発表した。スウィートのアルバムは、 発売国によって選曲、曲順が異なるケースが多い。ありがとうございます。